はい、まあ、しげる先生です。はい、ありがとうございます。はい、今 の、 あの率直なお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、まあ、関門、第一関門クリアというところですかね。はい、あの地元の方皆さん頑張ってらっしゃいますけども、そうですね、熊選手は引っ張ってるんじゃないかなっていう。あー、でもまあみんな地元中というところで、ね、気合は入ってると思いますけどね。はい、あの改めてなんですけれども、はい、足の仕上がり具合いかがでしょうか。まあ、そうですね、まあ、出場自体がいいエンジンですから、全体的にもう上位だとは思うんですけど、特にあのレース足というかターン周りがなんちゅうかな、気に入ってますね。50% のエンジンが、まあ、数字があるエンジンなんですけども、はいはい、その感触っていうのはあります。はい、じゃあ、あの力強い感じも。そうですね、はい、はい、であの得点率は 7.20 ということで、はい、まあ、センター枠ぐらいかなと。そうですね、なんかあのセンターっていうと熊選手の持ち味が一番生きる枠かなっていうイメージがあるんですけども。ですね、そういうのが出せれば、まあ、同じ勝ち方でも嬉しい勝ち方になるんじゃないかな。あの予選最後にあのコンマ05ですか、はい、トップスタートでまくったのも、はい、あれこそあの本領発揮かなっていう感じなんですけども。そうですね、順位を、まあ、あのパターンっていうのは、はい、まあ、今日お客さんにあれ見せれて、まあ、よかったし、まあ、順位もまあ、気合であそこまで行ければとは思ってます。はい、であの今回はあの施工者推薦という形で出場になりましたけども、はい、そのあたりあの、そうですね、もう施工者さんにせっかく推薦してもらって、まあ、こうやって順位を乗れたことが、まあ、本当に感謝ですね。はい、でもちょっとお返しができたかなと思ってます。あの最後にあのファンの方に向けて、一言メッセージいただけますか。はい、そうですね、明日もう一回気合を入れて、まあ、うまくいけば明後日ももう1回という、あと2回気合をちょっと入れ直して頑張りたいと思います。明日も出ていただけるよう、あの、はい、ぜひぜひぜひ頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、予選突破いたしました、はい、徳島の岡隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。6戦4勝、これであの得点トップになればもうほぼ決定しましたけど、ね、はい、できすぎですね。どうですか、はい、あの G1 の、得点率トップっていうのは過去にございませんか。いや、過去にもないですね。いつも準優とか一緒に乗ってもぶら下がりで乗っとるだけやからそんなチャンスはないですね、はい、逆にその辺であの気負いとかプレッシャーとか。いや、全然今節はもう全くの平常心で、はい、たまたま展開も全てにおいてついてるだけです。はい、あのそれはやっぱりあの足の裏付けがあるからだと思うんですけれども、はい、足もまあいい方なんで、だからものすごい余裕を持って戦えるので、だから全てなんかええ方向に向いてますね、はい、もうそれはあのリズムがいいと一言で。そうですね、はい、このリズムを崩さないようにね、変に気負ってもしょうがないし、はい、で明日はあの1号艇なんですけれども。そうですね、ピットマネージャーとかその辺はいかがですか。あ、悪くない方だから大丈夫です。基本的にはもういいから。そうですね、白色だったらやっぱりね、ねじられん限りはいきますね、はい、で、まあ、あの逃げて優勝戦の1号艇もっていう、まあ、そこまでね、まあ、欲張らずに、まあ、とりあえず1号艇なんでいいから先に回してもらうことだけ考えてます。はい、あとあの岡選手といえばあの、まあ、もう名人戦は常連ですけども、はい、この名人戦の雰囲気ってどうですか。あのやりにくい雰囲気は、いや、やりにくくないですよ、うん、僕はもういつも名人戦が一番走りやすくていいと思います。はい、あの明日あの船券買っていただけるあのお客さんにあのメッセージをいただいて。そうですね、はい、最大限にね1号艇のね力をね自分で、まあ、自分の持ってる力を最大限に生かしてなんとか輸出できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。明日もあのぜひあのインタビュー出ていただけるように。はい、なんとか出たい方向なんで、はい、まあ、気負わずに頑張ります。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ボートレース界の宝と言われております今村豊選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。予選最終日の、ね、はい、レースはちょっとアクシデントがあったということで、はい、4着に終わりましたけども、はい、そこまでは、自慢の、ね、快速スタートということで、好成績を上げてまいりましたけども、はい、ここまでの足の仕上がり具合をちょっと教えていただきたいんですけども。そうですね、まあ、伸びに関しては、ね、まあ、ちょっと不満が残る部分もあるんですけど、まあ、いつもよりは、まあ、いいかなと思いますし、まあ、本当に波かなっていう、よく見積もって波かなっていう感じです。で、まあ、行き足回り足はいい方の部類に入るんではないかなっていうふうに思ってますけどね。あの準優の18人の中に入るとそのやっぱ伸びの部分でちょっと、まあ、その辺で不安は確かにあります。
やっぱ確かにね、あのいくら全速で行ったにしてもやっぱりかましてきた人なんかが全速で来ると、はい、ちょっときつい部分が出てきそうな感じはありますんでね。まあ、でも今村選手の場合はね、それを補ってあまりあるというこのスタート力というね武器がありますけれども、はい、あの前走の平和島でもそうだったんですけども、今節もビシッビシッとこうね、日増しにこう気合が増しているという感じなんですけども、それはいかがでしょうか。まあ、そうですね、前節の平和島よりはまだ動いてますんで、うん、そこまでがっくりするほどの悪さではないんでね、まあ、どうにかスタートだけは全速でいけばって思ってますので、ね、はいはい、で名人戦今村選手は今年が2回目ということですが、はい、去年の優勝戦は、ね、あの地元の大会だったんですけども、最後にちょっと、ね、優勝がスルッと逃げていったような形になりましたけども、はい、今年にかける意気込みみたいのをちょっと教えてください。まあ、そうですね、特別この名人戦のためにとは思ってませんし、とにかくいつものようにレースしていこうとは思ってます。今村さんはね、すでにもう全レース一戦一戦が全力投球というポリシーの言い方がありますね。じゃあ最後になりましたが、ファンの方にメッセージをお願いします。準勝戦もスタートだけは全速でスタートできるようにいきたいと思います。で、まあ、1コーナー展開をつければと思ってます。精一杯頑張ります。はい、まあ今ね、本当大変な時ですのでね、選手も頑張ってますし、被災された方なんかもね、頑張って復興に向けてね、頑張ってほしいと思いますし、ファンの皆さんも一緒になってこの大会を盛り上げてほしいと思いますので、ご声援よろしくお願いいたします。はい、今村豊選手でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。